丸の内ルーブルは東京都千代田区有楽町センタービル新館7.8階で東映と東急レクリエーションの合弁企業、低低映画工業、後に東急レクリエーションが運営、経営していた日本の映画館であるトップカード定示割引の加盟店。有楽町駅前再開発事業は1978年に旧朝日新聞東京本社と 急日本劇場が古くなったため、再開発を一緒に行うと原則合意したことで、本格的に動き出したもので、2期に分かれて工事が行われた。2期工事である別館の建設場所にはかつて、朝日新聞社を屋主とする朝日ビルがあり、ここには、小築系の丸の内ピカデリーと丸の内小築の2館が入っていた。当然、 新ビルができれば小畜が2巻の権利を持っていたが、岡田茂東映社長が政治力で1巻を奪い取った。岡田は、大川博がかつてネットの株を、朝日新聞社に全部譲った恩を着せて、俺のとこも権利があるじゃないかと迫ったと言われる。当時、東映は本社を妙谷に移転する構想があったため、銀座、有楽町地区に映画館を2巻は残しておきたいという構想があり。 最初は一貫ではなく二貫と判明し、これに起こった奥山徹松竹畜社長が渡辺正紀朝日新聞社社長に抗議したが、岡田にしてみれば、松畜はともかく日撃を持つ東方が新貫を支配してしまうと、有楽町が東方一色になってしまうという警戒心があった。東映は近くに本社の入る丸の内東映を持つため、この機会に、 有楽町地区の工業もを固めたいという構想があった。当初はキャパセンという戦艦級の東映洋画系の劇場を作る予定もあったが、テナント代が高く、収支面を検討すると、採算の確保が難しいと判断され、再検討していた。二巻分のスペースをどう使おうとかってだろうと開き直り、結局一巻にした。1980年1月に岡田が、 東急レクリエーション社長に就任。東映と東京急行電鉄は相互に株式を持ち合う形で資本提携を行った。東急系の一工業会社の就任パーティーなのに、兄弟分の後藤昇は、もちろん、日本商工会議所会頭、長野茂を副会頭、小山五郎、今里幸喜ら、財界の超大物が多数出席し来賓を驚かせた。 当時の日本の洋画工業は、東方、小畜、東急レクの大手工業3社によって運営され、東方 VS 小畜、東急レク連合という図式で、劇場数はさほど変わりはなかったが、シェアは TY チェーン、6対4、ST チェーンで、対策の多くが TY チェーンに流れていた。東映は、東京都内には洋画系劇場を三つしか持っていなかったが、地方を合わせると、 約50巻あり、逆に、東急レクは地方に劇場を持っていなかった。当時は、小区も東京都内に大劇場が少なく、洋画はもちろん、邦画工業も、東急レクと手を切ったら、ロードショー公開に支障をきたし、東急レクのご機嫌を損ねないよう気を使っていた。岡田が、東急レクの社長に就任すると、小区を外して、東映イコール東急レクで、 新しい洋画チェーンを作り、将来的には TY チェーンと組むのではなど、業界では ST チェーン再編成の予測もされ、そうなるとい,いヨ洋画は全部 TY チェーンに流れてしまうため、小畜は苦しい立場に追い込まれ、ST チェーン内での岡田の影響力が増した。連合というのは、イニシアティブの取り合いで内紛を起こしやすく、東方は、 岡田のスタンドプレイを期待し、高見の見物と書かれたものと、松竹は仕方ないが、東映の入るのを拒もうと格索したが、朝日新聞社が噛んでいてダメだったと書かれた文献がある。また東急レクはそれまで、東急グループのお荷物と呼ばれる存在だったが、東急グループの総帥、後藤昇の兄弟分である岡田の社長就任で、会社の地位も浮上し社員のやる気も上がった。 ST チェーンが強くなるにつれ、ET など、E 映画も獲得することができ、ヒット作が続出した1983年12月期には、前年対比52%増と、東急レク創業以来最高の成績を上げ、売上高176億5000万円と、一工業会社としては、空前の成績を残した。後藤昇が1984年5月、 日本商工会議所会頭に就任し、後藤はもともと、大谷武次郎の時代から、歌舞伎座の役員で、この関係で1970年代から、小畜の役員になり、取締役相談役として、今里後期取締役相談役とともに1984年2月に、当時の大谷隆造小畜社長が、放火事件を起こした際も紛争回避に動き、 後継社長問題を円満に集結させた。1985年末に後藤は、小地区の個人筆頭株主に、1989年6月には、岡田が、東京急行電鉄の取締役に就任し、ますます、後藤イコール岡田の影響力が増した。当初は、東映の劇場を建設予定であったが、岡田は、自身がイニシアティブを取って、 ST チェーンで内紛を起こしては、TY チェーンの思う壺と、小畜、東急レク、東映の三者連合の結束が先決と判断し、東映と東急レクを提携させ、資本金1000万円で、テアンドテ映ガ工業を設立し、本劇場が開館した。東映は近くに、丸の内東映があるが有楽町は、初進出。東急レクは、渋谷、新宿を中心に、 都内当地に大型の劇場チェーンを持つ工業会社だが、銀座、有楽町、日比谷地区には劇場がなく、待望の有楽町進出だった。丸の内ルーブルという感名も岡田の命名。オープニング上映作品も岡田が、イーストウィックの魔女たちを選んだ。ABC、東映、マリオン7.8階に、ヨ画ガ RS 劇場新設。 映画時報1986年に1月号、映画時報社、31ページ。ABC、クロニクル東映1947から1991に、東映、1992年、84ページ。ABCDEFGH、東映の奇跡東映株式会社総務部社社編纂東映株式会社、2016年、348ページ。 A.B.C.D. は北吉彦、川端康夫、斉藤明、黒井和夫、映画、トピックジャーナル、有楽町マリオンの第二期工事完成とともに、松竹イコール東急系に、新チェーンが誕生。オープニング番組も近々決定。キネマ旬報1987年8月、上旬号、キネマ旬報社、160から161ページ。A.B.C. 高橋英一。 戸橋しとし西沢誠史、斉藤治、島地高丸、映画、トピックジャーナル、有楽町駅界隈の再開発、キネマ旬報1978年10月、上旬号、キネマ旬報社、176から177ページ。ABCDEFG 脇田義彦、川端康夫、斉藤明、黒井和夫、映画、 トピックジャーナルゴージャスな劇場五巻を含む、有楽町マリオンが10月6日にオープンしたが、これにまつわる話をいくつか拾ってみると、キネマ巡報1984年11月、下旬号、キネマ巡報社、162から163ページ。ABCDEFGHIJKLMN、ハリモク、ヤスオ、在海公団東急5等のるのスケットに馳せ参じた。 東映岡田茂、在海1 9八十年三月二十五日号、財界研究所、三十二から三十五ページ。ABCDEF、本市、特名座談会小畜、東宝、東映、日活全放火戦線に、異常なし八十四年にかける夢は膨らむ来年十月、トスビル完成とともに、新しい時代の開幕、映画時報1八十三年十一 12月号、映画時報者、10から11ページ。ABCDEFGH 高橋 A1、西沢聖子、脇田義彦、黒井和夫、映画、トピックジャーナル東急列社長に、岡田茂氏が就任、キネマ巡報1980年3月下旬号、キネマ巡報社、166から167ページ。AB、後藤東急軍団、 岡田東映が16年ぶりに、副園実力社長同士の信頼から生まれた、兄弟人気の一部始終、経済界1980年3月21日号、経済界、18から21ページ。革新レポート財界の若き首領、岡田茂東映社長の魅力、経済界1983年3月25日号、経済界、26から29ページ。東影、 東急グループと復縁、秋にも株式持ち合い、不動産中心に多角化推進。日本経済新聞、P10、岡田茂る、悔いなき、我が映画人生投影と、共に歩んだ50年財界研究所、2001年、185から186ページ。ISBN4 から879320161。AB、工業価値外国映画。 キネマ巡報1986年9月下旬号、キネマ巡報社175ページ。日本橋のシネコンについて文化通信。コムハット、クロニクル東映1947から1991に、東映1992年7ページ。ABC 脇田義彦、川端康夫、斉藤明、黒井和夫、映画。 トピックジャーナル岡田茂社長の経営者手腕が完全に定着し、劇場網の整備、拡大に一段と拍車がかかり、今後が楽しみな東急レクリエーション、キネマ巡放1986年11月、下旬号、キネマ旬報社、168から169ページ。ABC、映画界東西南北談義映画復興の2年目は、 厳しい年新しい映画作りを中心に各社を展望映画時報1975年2月号映画時報社34から35ページ高橋栄一脇田義彦川端康夫黒井和夫映画トピックジャーナルより強固なチェーンを目指して陶劇系とレックス系の再編成が行われ渋谷東急が旧レックス系のメイン館に キネマ旬報1983年11月、下旬号、キネマ旬報社、164から165ページ。AB 高橋 A1、脇田義彦、川端康夫、黒井和夫、映画、トピックジャーナル、キネマ旬報1984年4月上旬号、キネマ旬報社、164から165ページ。こを昇る日章回答に立て祭られた清方編。 実業界1987年8月上旬号、実業界、14から18ページ。日本映画界の大転換機重役と MS の若返り人事と企画制作は対策主義に重点、映画時報1977年5月号、映画時報社8から9ページ。人事小畜百0 7株主総会で、週刊映画ニュース P2ABC 本誌、 特命座段階84年は、日本映画の分水冷夏から秋にかけて、絶大な期待、映画時報1984年6、7月号、映画時報者、5から6。ジグザグ大予想、五藤昇が、小畜を株主に、不条の狙い、週刊宝石1986年1月3日、10日、合併号、公文社、66ページ。 東京急行電鉄、取締役に、東映の岡田社長。日本経済新聞、P9、絆復活へ、相互乗り入れ等級と、東映。日本経済新聞、P11、ABCDEFGHI は北吉彦、川端康夫、斉藤明、黒井和夫、映画、トピックジャーナルほぼ初期の目標を達成した、丸の内ルーブル。初年度の稼ぎ頭は、 ラストエンペラー。岡田茂社長は値上げしないと断言。キネマ旬報1988年12月、下旬号、キネマ旬報社、156から157ページ。脇田義彦、川端康夫、斉藤明、黒井和夫、映画、トピックジャーナル小畜が、再建3カ年計画の一環として、念願の渋谷に新劇場を建設。 東方とのマーケット争いもきっし、今後に期待、キネマ巡報1985年3月下旬号、キネマ巡報社、168から169ページ。ABC、タウン、有楽町マリオンに新名所、ルーブル、週刊新潮1987年3月19日号、新潮社、15ページ。新宿ミラノ 丸の内ルーブルが閉館へ2017年7月、有楽町に劇場、オルタナティブシアターをオープンします。スタジオアルタ2017年2月28日2017年8月5日、閲覧、オルタナティブシアター初公開。スタジオアルタ2017年6月5日2017年8月5日、閲覧 ABCDEFGH、タウン有楽町に、ルーブルとは 週刊新調1987年10月15日号新庁舎13ページありがとうございます。